配球、まあ、キャッチャーの質もある。だ梅ちゃんがだんだん配球が上手くなってってるってな、誰か解説言ってたら、梅野の配球が、もう、梅野さ、ほら、キャッチャーっていうバッティングが良くなってくると、リードも良くなってくるんだよ。だから、阪神最初さ、こけたのってさ、キャッチャー安定しなかったじゃん。あれ、梅野に固定してっからだぜ。ダメ？アドさんよ。言われてみりゃ。梅野が攻撃するのなんてほとんど見たことねえ。うん。でもさ、新活さん、これさ、キャッチャー3人使い回しとかありえないって言うけど、特に、外国人先発なんかの時は、キャッチャーとの相性とかあるから、こういう場合はキャッチャーを変えるパターンもあるんだよ。合わないキャッチャーもいるから。うん。それはある。じゃあある。うん。原口は代打、DH。ああ、まあそうなんだけどさ。でも、もったいねえよな。原口はさ、フルで一試合でさ、ちゃんと4回打席回して、結果、残してもらえるといいんだけどね。打つだろ、だって、間違いなく。打数が多きゃ。バットコントロールうまいんだもん。一回勝負の、まだ代打の神様みたいな、ねえ、パティにはなれないよ。だから、その今まではほら代打でさ、ここぞという時に、一発仕掛けてやってきたから、試合の中で出てきたら、もう、打席、が回ってくるんだったら、俺やると思うよ、仕事は、トータル的には。シャンパンタワー、ナブル、決まったアザーっていうかさ、アイテムのシャンパンタワーってさ、今コロナがホストで流行ってるっていうのに、ふわっちもさ、わざとシャンパンタワーアイテムとか作っちゃうところは憎いね。にくいね。なんかさ、GoTo キャンペーン22日じゃん、あと3日しかねえのにまだ揉めてんだよ。なあ、いや CM のにくいねじゃないんだよ。まだわかんねえってよ。うん、どうなるか。もう東京は除外なんだよ、うん。下手すら大阪も除外になる可能性もあるね。ああ、まったもめてんで、ガッチャガチャガチャガチャ。だから、二階さんは、だから、全国旅行業界の、会長やってんじゃんかよ。
会長と、が、講演会の会長やってんじゃねえかよ。2階のところの。いや、俺は緊急事態宣言は絶対出さないと思う。うん。出さない。だってよ、レンちゃんよ、考えてみ。もう一回出されて、言うこと聞くやついると思う？俺絶対みんな聞かないと思うよ。出したら、じゃあ金よこせってなるぜ。なあ。そうだろ。もうないんだから、全員が。出せねえんだよ。だから出さねえ。絶対出さない。うん。だってよ、考えてみろよ。GoTo キャンペーンのよ、キャンセル料もよ、それは個人間と旅行会社の間でやってくださいなんて国交省のよ、あのじじいがよ、寝言みてえなおめえのこと言ってんだからよ。うん。どうだろう？諏訪祭ってどこの諏訪神社ですか？長野ですか？諏訪湖ですか？諏訪湖は花火大会でもやるんですか？どこで祭りがあるんですか？今年は祭りはいろんなところでやんないですからね。はい。立川ってどこですかね？聞いたことねえな。俺、本籍、東京都、世田谷区下馬だから。ああ。うん。あんまりちょろちょろ粉かけてくんなよ、この野郎。エセやか？配信やってるの？どこでやってんの？名前は知ってるよ、エセやかは。俺は。知ってるけど。ふわっちでやってんの？キャスでやってんの？ニコ生でやってんの？いや、わかんない。いや、バンカーどうかわかんない。ツイキャスと、ふわっちでやってんだ。あ、そっかそっか、使い分けてんのね。うん。ピヨンさんさ、俺になんか嫌なことされたの？後輩先輩で張り倒そうと思っただけなので。ねえ。なんだよ。あ？なんだよ、先輩後輩。言ってることがよくわかんねえんだけど。俺はあんたじゃなくて、別んとこから立ちが入ってくんじゃねえって言われてっから行かねえんだよ。そんなもんとっくに知ってんだろうがよ。その話はもうとっくに終わったやんな。てかし、こんばんは。ああ、もうよ、サコンジよ、配信サイトもよ、
本当に多岐にわたっていろんなところが増えてきてんだろ。例えば17とかよ、 TikTok とかよ、見るところが増えちゃってんだよ。だからみんなばらけちゃうんだよ、リスナーが。どっか行か、だからニコ生王国はもう崩壊してるだろ。一強時代が終わったんだよ。だからあの当時はそこしか見るところがなかったから、ぐわーってリスナーがそこへ集まったから、どこの配信もそこそこの数字を上げてたんだよ。うん。甘酒 AGTU ニコ生から撤退した。疲れんだよニコ生は。やったらわかるって、ニコ生で配信したら。ああ疲れる。ニコ生の配信は疲れる。いや俺はいつもこんなもんだよ。こんなもん。もうちょっとね、夜の8時とか9時ぐらいだったら500ぐらい行くときは行くけど、よ、そうじゃないときは、まあ、250行きゃ、300行ったらいいかなぐらい。いい思い出はあるだろう。いや、あるっつったってよ。人が多すぎて。だって俺、何窓してたんだよ、立ち見。アリーナ見て、立ち見 A と B、C、D まで見てよ。もう頭おかしくなっちゃうんだよ、あんなのよ。なあ。もう、何の話してんのか分かんなくなっちゃう。ぐっちゃぐちゃだよ、もう。脳みそ何個作んなきゃなんねんだよ。俺だって、画面に、コメントビューは出してたおかげで自分の映像が見えなくなってんだからな。そこへもう全部かぶせてんだ。アリーナ、A、B、C、D って。で、それが同時にこうガガ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 って上がってくるんだから。いや、もう来ねえよ。もうあんな時代は来ない。うん。もうどっちかって言ったら、今は、やっぱり YouTube が強いんだよ。うん。やっぱり YouTube だよ。うん。いや、だからあの時代のニコ生はあの時代で楽しかったよ。だって今みたいに番の基準も緩かったし、箱で重なってたよね。後ろにグリーンラベル、あ、それ東京の時ね。あれはリスナーがバン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 送ってきたんだよ。うん。ピヨンさん、わけのわからないのを連れてこないってことね。俺は去年わけのわからないのを連れてってないよ。それ誰のこと言ってんのかわかんないけど。俺、諏訪祭り行った時は、俺は自分の祝儀を自分の分しか包んでないから。彼ら、行った人は行った人で、個人的にみんな包んでるから。それは俺が呼んだわけじゃないから。それは浅草の三山の時ね、行儀が悪いから。もうお前ら、もう次はないからな、つって俺言ったんだから。だから、その、スワンの時は俺やってないからね。
まあ、俺は行かないから大丈夫だよ。うん。嫌われてるし、俺。うん。嫌われ者が行ったってしょうがねえじゃん。ね。俺は大阪で、地味に、ちょろちょろしてるよ。ちょっとお金寄ってくるわ。うん。ピヨンさんはじゃあ、西東京で頑張ってください。楽しくやってくださいよ。俺はあなたに恨みも何もねえから。今日は湿気が少ねえよな。俺もさっき買い物よ、チャリ乗って行ったけどよ、むしろ涼しいぐらいだよ。三段の時は金丸も参加してましたよね。だって生きてえって言うから。だからいいよって言っただけよ。言ったら手ぶらで来やがったから、クソ野郎と思って、分かってねえなと思って。だってよ、まあ諏訪祭りもそうだけど、おみこしさ、ね、お祭りで出してる人たちがいてさ、食ったり飲んだりさ、もう好きにしてさ、みんなでやってんのにさ、手ぶらで来るばかりねえだろ。まあピヨンさんなんかわかると思うけどさ、そんなのさ、バカなんだから。ほんと何にも知らねえんだから。ほんと俺もがっかりしたわ。三社祭りのことなんつったと思う、金梅。町内会の祭りに金なんか包むのかいって言ったからね。内会の祭って言いやがったな、この野郎。鳥ちゃんありがとう、バード。決まった、アダース。バラちゃんいらっしゃい。あんたたち行くわよ。いいわね、ヘビ。コメント少ないのは、いや、俺のは大体ラジオで音だけ聞いてんだよ。あ、俺は東京戻らないよ。俺は大阪の人間になる気はないんだけど、なる気はないんだけど、でも大阪にはいさせてもらおうと思ってる。気に入っちゃったんだよ。あったかい人多いから。ご近所さんが。なんかな、立川すごい発展したみてえな。もう、下手すりゃ、あれだろ、首都が、パンクしたらよ、いやいや、ビヨンさん。あ、ビヨンさんか。いや、俺気にしないですよ、全然。なんか、その、言葉のあやでいろいろあるけど。俺は別に何も思いはないから。そんな謝らないでください。俺がなんか調子くれて東京に
東京っていうか西東京行くことないですから。うん、気にせんといてください。そうなんだよ。だから俺さ、もしもだよ、東京よ、これよ、俺ね、なんかね、若干ね、首都直下型地震起きてやばくなったら立川が第二のあの都市機能を多分ね担うと思うよ、マジで。もうそんな作りになってんだろ。だってよ、自衛隊から何からよ、すごいことになってんで、あそこの町。ああ、警察から、機動隊から、すごいんだって。ああ、ヘリから何から。立川。ああ。で、ちょっと行けば、ほら、横田基地があるんだろ、アメリカの基地があるだろ。だからもう何でもあるとこになっちゃってんだよ。だから俺大阪にいても、あの、こう、スマホのニュースとか見てると、立川に今度こんな商業施設ができるとか、でかいのができるとか、見るよ、俺。首都直下来たら立川もダメだろ。いや、俺ね、立川は意外と大丈夫だと思うよ。うん。なんでかって言ったら、基地を作るところっていうのは、土地が強いところに作ってるはずだから。立川、元立川基地があったところ。で、米軍が福生には、福生基地、ね、横田基地を作ってるぐらいだから、あの辺は強いんだよ。強いの。だから揺れても多分耐えると思うよ。むしろあのぐにゃぐにゃなのは23区だよ。楓さん、いつもありがとう。立川はね、地盤は強いと思う。プレートじゃないんだよ。もともとだって山手線の内側なんてあんなのみんなもともと海だったとこだから。でも立川はもともと海じゃねえから。プレート自身じゃないから、直下型は。あ、懐かしい、吉祥寺村。昔あれでしょ、中央線がさ、あの、中央線って言われてない頃の、あの、陸軍鉄道の時の吉祥寺村止まってた、あの、電車走ってた時でしょ。単線の。昔の俺本で見たよ。SL が。ね、詳しいじゃん、俺好きだもん、そういうの。立川の真下に、あれは、コンタさん、あれはエセ断層だったって、もうね、学者が、立川断層は、あれは立川断層じゃないってもう確定してるから。うん。調べてみ、コンタさん。もうだいぶ前だぜ、それ。学者が。地層学者が。
見てみ見てみ。いや、確かに、十何年前にね、立川断層って騒がれたんだよ。だけど、あれは、断層じゃねえ。うん。もう完全に答えは出てる。だから今、立川断層なんていう名前ないもん。いや、俺別に地理っていうか地層とかそういうのは興味ないけど、うん、俺が好きなのはほら、気象とかさ、天気とかそういうのは好きだけど、うん、ただ地震は、俺怖がりだからさ、地震なんてさ、いつ来るかわかんねえしさ、一撃じゃねえかよ。火事だったらガスの元栓とか止めときゃいいけどよ、地震じゃ止めれねえべや。ああ。田んぼも弱いと聞きます。だからよ、ガトナ、埼玉県あたりは、もう、液状化が。なんで埼玉が液状化するかって言ったら、あそこも、もう、埋めたなんだよ。埋めたてなんだよ、ほぼ。造成地はもうほぼダメだよ。あのね、新興住宅地は基本的に全部ダメだから。ああ。だから北にずれたんだよ。だから立川に断層がないんだよ。だから大幅に立川でガチャって断層がずれるってことはないんだよ。うん。箱根ヶ崎ってもっと北側だから。そう、立川の地面カチカチ、うん、横浜はゆるゆるだからね、うん、真っ赤なバラ、うなさんの時代は立川のピンサロ2000円でささっと抜けたらしいですね。てか俺行かねえから、その抜きとか。埼玉が埋め立ててなんてなんて誰も知りませんよ。ああそう、わらびとかあの辺とか みんな埋め立てだよ、あれ。埋めて住宅地作ってんだよ。タモさんのブラタモとか見てりゃわかるから。昔の地図だと、今の地図こう、照らし合わせるとよくわかるから。砂を引いただけかどうかわかんないけどよ。まあ、当時の、その、コンクリート工学とか、アスファルト技術とかは、多分、現代工学には追いつかないと思うよ。だって俺の家庭教師中学の時やってた人、東京工業大学の現役の、研究生で、大学院で、コンクリート工学専攻してて、日本セメントかなんかに入ったのかな、就職したのかな、研究員として。なんかセメントってなんで熱くなるか知ってるかとか、なんかそんな話もたまにしてくれたよ。あんなのはなって。だから化学反応なんだよって。熱持たせて、固めんだから。だからそのマンションの一時ほら問題になったじゃねえか、シャブコンって言って。本当はああいうのはダメなんだぜって。強度不足になるから。やっかさん、こんばんは。
だからそれ問題になったじゃん、シャブコンつってよ。水多く入れちゃうんだから。あれじゃ強度が持たねえんだっつって。一時あったよな。ズブズブのやつ。そりゃ工期は短くなるよ、あんまり。あれあれやな。まあ、姉派はシャブコンかどうかわかんない。あれ、鉄筋の本数が少なかったんだよ。姉派は。ああ。あと、太さが、細かったんだよ。うん。あと、基礎が、浅かったんだよ。うん。あ、ももかさんね。あ、いいよ。ごめんね。あ、そうか。こっちの ID の方がももかになってるな。うん、今度、うん。間違えないようにする。お酒はね、これはね、二階堂の水割り。最近、香川おとなしいけど何かしました？いや、俺は、だって、俺、香川くんの話なんか何もしてないよな。最近放送でな。それな、違うんだよ。これ、今いいこと言った。あのな、ガトナーな、ミキサーにホース突っ込んで水入れてんだもんって言うだろ。あれな、コンクリアにな、生コン入れるときは、ガチで、規制がかかってるから、正規のコンクリートの、硬さでぶっ込まれるんだよ。で、現場でバンバン水入れんだよ。だから、来るときは正しいやつで、ミキサー車来るんだよ。だけど、そっちゃめよ、入れんの拉致開かねえから、バンバン水入れんだよ。違うよ。そんなの知ってるよ、お前。それが途中で入れちゃうんだよな、現場でやると、めんみんな、め現場監督とか見てるから。うん。俺がそんなさ、現場仕事するわけねえ。世の中そういう仕組みになってるんだっつう。違い、あれ回ってないと、甘酒、コンクリートの車って何かぐるぐる回ってミキサー車だろ。あれ回ってないと中のコンクリート固まっちゃうんだよ。固まんねえように回ってんだよ、あれ。しかも時間が決まってんだよ、固まるまでの時間が。熱持って固まっちゃうんだから、おめえ。回してだって固まりかかるんだからよ。だから、どこの現場に持っていくのかっていう距離を測って、水の蒸発するのとか、化学反応を起こすのかも全部計算して。だから、あいつらは理系なやつがいるんだよ。生コン屋には。頭いいんだから。ああ。もう、すんごい計算して、コンクリートを混ぜるんだから。どこの現場に持っていくのかって、どのぐらいの時間で入れ終わるのかとか、じゃあこのぐらいの水の量でって、合わせて、ミキサー車に入れてって。いつもギリギリで多分やってんじゃねえの。そりゃだって彼らはさ、本気で仕事やってるから。ああ、いや、ところがよ。そうそう。ね、もうダメなんだって。時間がかかったらアウト。だって、ミキサー車、パンクしちゃうで。うん。うなちゃんってすごいねっていうか。いや、まあ、俺はほら、中学の時に、っていうか、お前らさ、小学校の時さ、家の近所でさ、
俺すっげえ怒られたんだけど、工事やってたらさ、コンクリさ、張ってるところとかよくなかった。たら足型とかつけて、えれ怒られたことなかった。なあ。二三時間でもうその足型固まっちゃうの。めっちゃ怒られたよ、俺。ぶっくらされたもん、じじいに。クソガキャーつ、俺走って逃げたんだよ、おめえ。ああ。うんうん。いや、俺らは知らないんで、たまたま踏んじゃっただけとかよ。だってもう一回、もうそこ、ダダ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 って全部ぶっかして、もう一回流し込まなきゃダメだから。上から別のコンクリ流したら、そこだけ、強度が変わるから。うん。じゃあ、踏んだら踏んだ分だけコンクリ入れればいいじゃんっていうのはダメなんだよ。通用しないんだよ。そこは接着できないんだよ。もう一回やんなきゃダメ。ガガ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 ってみんなもうぶっ壊さなきゃなんだよ。ああ、そう。多分ここに職人さんいたら、ああ、そうだよ。真面目にやってるとこはそうやってやってるよ。だからおめえ、子供がおめえそんなことちょっとでもいじくろうもんなら大変だよ、おめえ。カラーコーンで囲っとけよなっていうよりも、今じゃ警備員が夜中もずっとそこ立ってる。棒切れ持って。うん。エントランスのとこのコンクリとか、誘導してるよ。あーこちゃん入らないで、みたいな。だから固まる前に鳴らせればいいんじゃないのって言うけど、まあ、だいたい完璧に固まるまでは、ものにもよるけど、まあ、二日ぐらいだね。落ち着くのは。完全に固まるのは。もう、冷えるまでってこと。熱持ってるうちはまだ化学反応が収まってないってこと。え、コンクリさ、コンコンって流すじゃん。ある程度硬いじゃん。触ってまだあったかかったら、これは化学反応が起こってるってことだからね。言ってみるわかる？そのコンクリの下でまだ化学反応が起こってんだよ。冷たくなって初めて、だから理系のそういう難しいことをやってる人たちがなんだったらわかるよ。俺はわかんないけど、俺そういうの弱いから。固まる前にビールの瓶を埋めるの流行ったな。やめなさいよ。ああ。でも俺、お前らな。俺は、お前ら感心する。そう。マスカラ、だから俺は二日って言ったの。固まるスピードはゆっくりの方がしっかり締まっていくんだよ。早く固めようと思うと、日々マンションなんだ
よくよ、団地がよ、昔、さあ、高度経済成長だって、ブワーって作った団地、みんなこうやってひび入ったろ。あれは、早く固めて、バンバン作っちゃいで作ったからだよ。わかる？そこに白いこんなの塗ってんだろ？あれはさっさと固めちゃって住むとこ作っちゃったからね。クラッカー入ってんだろ？だから今の高層マンション系はコンクリ入れたって何にしたってクラックなんか入らないから。いや、たまたまだ今コンクリの話になったから。今、ひび止めってあんなんで止まるわけねえじゃねえか、あんなでっかい建物は。あにちゃん、こんにちは。今日もかわいいに、サムネが。3日で車走れるけど、完全には28日かかるんだって。表面はね、固まるんだよ。その、深いところまで、しっかり固まるまではかかるよ。うん。いや、もう今時団地は作らねえだろう。ああ。いや、俺、それよりさ、今さ、公団とかさ、団地の話したけど、俺よ、ちょっとよ、お前らよ、バカ野郎どもざまあみろって思ってることが一個あんだけど、もうよ、豊洲のよ、東京のな、オリンピック選手村のマンション、あれ、もう買ってるんだぜ、みんな。前払いで。ローンで、みんな。オリンピック、今年、もう、終わった後に、住む体で。なのに、来年になっちゃって、住めねえだろ。でも来年オリンピックなくなったら、あ、二足三門だね。は？やっちまったなぁだよな。そうだよ、これ知らないよ、あれ。あの選手村にどっかんどっかん建てたのは、いや、揉めないんだよ、もう。それはもう銀行が融資して買ったやつと銀行の問題だから。うん。あ、もうできるはずの店とかも、あんなとこにオリンピック来なかったら出店もしないよ、誰も。うん。よく知ってんだろ、俺。下落してるよ今。だからピエロさんね、人が作ったものを買うと未来は分からないよってことなんだよ。だから中国人は全く俺らが価値がねえだろって思うような北海道の原野を買ったりしてんの。あれは50年とか、まあ30年とか50年後に絶対に金になると。
地球が世界規模のやばいことになった時に、あそこが絶対金になるって思って買ってんだよ。絶対そう。うん。わかる？なんであんなとこ買うのかと。俺は多分そうだと思うよ。水だってそう。森林だってそう。水だけじゃない、あれは。命もそうだよ。あの、水源に、水源っていうか、水源もそうなんだけど、水源イコール、そこからプランクトンが海に流れ込んでいくから、水源持ってるやつが、最後何できるか知ってる？水源を抑えちゃったら、その川から、プランクトンが、ね、港に流れ込んでいって、湾内に、ね、栄養がいっぱい流れ込んでいくから、漁師が、いっぱいお魚取れるのに、中国人が、水流さねえぞ、つったら、魚取れなくなるぜ。利権はどこが取る？港も、俺らが支配だってなっちゃうね。ちゃんと考えてんだよ、もうもっと先のことまで。わかる？考えて決まってんじゃねえかよ、お前。山から出てきた水の中に、な、海まで流れ込んで、栄養素いっぱい入っていいに決まってんじゃねえかよ。だからダメなんだよ、日本はそういう法律をよ、しっかり作ってねえからよ。だからそのガトナーな、俺もだからそれはダメだって言ってるし、みんなにダメだって言ってんのに、法改正しねえんだよ。違うの。政府が、あれはね、政府が売ってんじゃないんだよ。政府が売ってんじゃない。あれは国有地じゃないから。うん。売り地って書いてあるとこだから。違うんだよ、デリケートゾーンな。日本はバブル時代に世界中の不動産を買ってたよ。それはただ単に世界が作ったコンドミニアムとかあんなものを買ってただけで、二束三文になったら終わっただけ。違うんだよ、中国じゃ山買ったりとか、ここは水とか温泉とか湧いてるとか、そういうとこ買ってるってとこがすごいんだっつう。もうそんなのね、誰も行かないで。ボッサ山だぜ、お前。日本人はバカだから、綺麗なところに金出して買ったんだよ。シナは違うからね。いいの。誰も見向きもしねえところ、こそーっと買っといて。最後、一発逆転だから。港まで持ってかれるぜ。見てみろよ。イタリアなんか港前みんな取られたんだぜ。中国に。港の利権取られたらどうなるんだよ。そうだろ？一帯一路でよ。うん？そうなの。廃れたら温泉地とか買ってますねって。これね、廃れてねえんだよ。お湯は出てんだよ。ただ、日本人が行かねえだけ。マネーパワーで、必ず人が来るようになるって思ってんだよ。ああ。
これはだから中国共産党のあれじゃない、あの政策の一環じゃない。それでよ、最近よ、またよ、怪しいんだよ。香港の問題はよ、また、強烈にやってんだろ？もうほぼ、香港の問題は、周庭ちゃんはもう、音信不通になったらしいな。アグネス。香港のアグネス。オカルトって言うわ。あの子は多分身柄拘束されてるし、出てくることはないかもしれないよ。もう完全に中国の